幹事社の北海道新聞です。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。それでは市長の方から冒頭発言をお願いいたします。はい、改めまして明けましておめでとうございます。本日お集まりをいただきました報道機関の皆様方はじめ市民の皆様方に新年のご挨拶を申し上げたいと思います。念頭にあたりまして今年の取り組みをまずお話をさせていただきます。今年は昨年末に策定をいたしました札幌市まちづくり戦略ビジョンアクションプラン2019に掲げた取り組みを着実に進める1年としてまいりたいと思います。例えば老老介護や8050問題といった福祉に関する複合的な課題に対応するために地域包括ケア体制の拡充に向けた取り組みを進めてまいります。また子育て家庭が安心して働くことができるよう引き続き保育定員の拡充や保育人材の確保に努めてまいります。さらには町の活力を維持していくために将来を担う若い世代が地元で就職をし定着できる取り組みや建設業などをはじめとする人材不足が顕著な分野における人材の確保や育成対策にも力を入れてまいりたいと考えております。札幌市も少子高齢化の進行によりましてここ数年のうちに人口減少に転じるということが見込まれております。それに伴う経済規模の縮小や税収の減少社会保障費の増加など厳しい時代を迎える見込みであります。こうした中であっても諸課題の解決に取り組んで誰もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりを進めてまいりたいと考えております。さて今年は札幌北海道の文化芸術を活用した町の魅力や活力の発信に力を入れてまいりたいと考えております。4月には白老町に民族共生象徴空間ウポポイがオープンをしアイヌ民族やアイヌ文化への理解が促進されるものと期待をしております。札幌市におきましても来月開催をいたします札幌雪まつりでアイヌ文化をテーマとした会場を設け雪像へのプロジェクションマッピングの投射や伝統工芸品の展示などアイヌ文化を体感することができる企画を展開をしてまいります。さまざまな機会を活用しアイヌ文化の世界に触れていただける取り組みを進めてまいりたいと考えております。また12月には札幌国際芸術祭2020が開幕いたします。3回目となります今回は初の冬季冬の開催ということになります。雪や寒さを生かしたアート作品の屋外展示などを行って北の大地札幌の自然とアートが織りなす新たな魅力を国内外に広く発信をしてまいります。またスポーツにおきましても昨年に引き続き札幌を会場としてさまざまな大きなスポーツ大会の開催を予定をしております。来月2月の21日から札幌江別岩見沢を舞台にスペシャルオリンピックス2020東京北海道が開催をされますが、障害のある方のスポーツ活動への理解が深まるよう大会 PR などに取り組んでまいります。そしていよいよ7月には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催をされます。ちょうど今日、開幕まで200日ということのようであります。選手をはじめとする関係者や観戦に来られたお客様に札幌北海道で開催をしてよかったと感じていただけるようなおもてなしを含めてしっかりと準備を整えてまいります。そしてこれらの大会で成功を収め冬季のオリンピック・パラリンピックの招致実現につなげてまいりたいと考えております。冬季オリンピック・パラリンピックの招致に関連をいたしまして年末にすでにお知らせをしてございますけれども明後日8日から12日までの日程でスイス・ローザンヌ市へ出張してまいります。第3回のユースオリンピック冬季競技大会この運営状況などについてJOC の方々とともに視察をするほかオリンピック開催都市連合これはオリンピックを開催した都市の集まりでありますけれども札幌もその連合に加盟をしておりますがその連合の会議にも参加をしてまいります。
加えてこれを機会、この機会にですね、IOC のバッハ会長にお会いをして、2030年の冬季大会招致に関する今後の協議への協力のお願いをしてまいりたいと考えております。出張の成果等につきましては帰国後またご報告をさせていただきます。さて、先ほど職員向けの挨拶の中で今年1年を象徴する漢字といたしまして、この和という字を掲げました。この文字にはですね、穏やかとか、あるいは協力し合うという意味がございます。そういう意味では東京オリンピックパラリンピックの開催まで200日ということになりまして、平和の祭典でありますこの東京2020大会の成功に向けて札幌市もしっかりと協力をしていきたいという思いも込めてこの和としたところであります。加えて、姉妹都市の交流もですね、記念の年を迎えるということになります。昨年、アメリカポートランド市と60周年ということでございましたけれども、今年は中国瀋陽市との40周年、ロシアノボシビルスク市との30周年、そして韓国テジョン市、テジョン広域市との10周年という周年の年を迎えることになります。そうした世界平和への祈りとともに、この機会に日本の文化、札幌の文化がより海外に伝えることができるように、市民レベルでの交流の深まりを期待をしたいという、そういう思いも込めて今年この和という文字を書いたところであります。合わせまして、先ほど職員の向けの挨拶の中でもお話をいたしましたけれども、和中共同という熟語がございます。心を合わせて協力して物事を行うという意味でありますけれども、冒頭に申し上げましたとおり、少子高齢化、人口減少の到来という新たな時代を迎えるということになります。こうした大きな時代の転換期を前に、全庁一丸となってアクションプランに掲げた事業をしっかりと遂行していく、加えて北海道や他の自治体、民間企業、そして市民の皆さんとともに心を同じくして、共に力を合わせてこういった課題に取り組んでいきたいと、そういう思いを持ってこの和ということにしたところであります。報道機関の皆様には、今年も市民の皆さんへの情報提供ということをお願いを申し上げたいというふうに思います。今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、私の方からも副市長さんにそれぞれ一言ずつ、新年にあたりましての抱負を述べさせていただきたいと思います。副市長、私の方から、町田の方から、最初にお話しさせていただきます。私は今年、新年にあたりまして、4つのことをしっかりやっていきたいと思っているところでございます。まず1つ目が、これは、オリンピック・パラリンピックの、招致の機運をしっかり盛り上げていくということだと思います。オリンピックというのは、私は3つのオリンピック・パラリンピックには3つの意義があると思っておりまして、1つ目がそのオリンピック・パラリンピックに向けて、その街づくりをしっかり、行っていくということでございます。1972年の時にはオリンピックだけでありましたが、今後招致を目指す2030年はオリンピックとパラリンピックの招致を目指しているわけでございまして、障害者にとって優しい街づくり、これはまた高齢者にとっても優しい街づくりになるわけであります。共生の街づくりというものを行っていくというのが、オリンピックの招致を目指していく一つの意義。そして二つ目の意義が、健康スポーツ都市を作っていこうということであります。スポーツというものは、スポーツをする、スポーツを見る、スポーツを支える、いろいろな形でスポーツの関わり方があるわけでございます。スポーツ を通して、健康寿命を伸ばしていくというような町、札幌を目指していきたい。そして、オリンピック・パラリンピックの招致の3つ目の意義というのは、
ウィンタースポーツの大きなリゾートとしてニセコ札幌というものを世界に発信していく非常に大きな契機になるわけでございます。新幹線ができますと二十数分で札幌くっちゃんが結ばれるという中で、このパウダースノーの世界でも、まさにスキーの環境としてはトップクラスにあるこの北海道札幌を打っていく、まあ、そういったオリンピックパラリンピックをやるという意義を市民の皆様にももう一度発信しながらそのオリンピックパラリンピックの招致の機運を盛り上げていきたいというのが1点目でございます。それから大きな4点のうちの2つ目が児童相談体制の充実確立を目指していく。昨年6月の子どもの虐待死という事案につきまして、まあ、今検証委員会で検証が進んでいるところでございますが、その検証、まあ、年度内にもいただけるのかなと思うところでございますが、児童相談所、保健所、そして区役所で、子どもの健やかな成長を保障していくような体制をしっかり充実させていきたいというのが2点目でございます。それから、大きな仕事の3点目としては災害に対しての対応という、今地域包括ケアという形で地域で在宅医療在宅介護を受けておられる方がたくさんおられます。こういった配慮を要する方々にが、まあ災害が起きた時避難所に対して速やかに避難できるような体制の充実というものを図っていかなければいけない。これは札幌市の医師会さんも非常に大きな問題意識を持っておられますので、地域の自助共助公助その中の共助の仕組みをきちっと、支援をしていくということが必要ではないかなと思うところでございます。それから、まあ、大きなしっかりやっていこうと思っている4つ目が、まあ、行政改革でございます。今後少子高齢化の社会にあっても行政サービスの質量を、まあ、維持充実していくためにはその行政の仕組みが無駄がなく無理がなく無乱もない形で行っていかなければいけない。このためには、まあ、行政の今でいろいろな事務をやっているところですが、まあ、昨年から見える化いろんなどんな形でやっているのか行政の事務をもう一度はっきり見えるような形にして例えばその神戸市の業務と、まあ、比べながら無理無駄無駄をどこにあるのかを確かめながらそれを改革をしていこうというようなことをいろいろ考えていきたいと思っているところでございます。この4つのほか、まあ、いろいろなことを、まあ、市役所全体で今市長の方から和中共同のお話ございましたが秋元市長の下で、一致団結してやっていきたいと強く思うところでございます。私から以上でございます。副市長の吉岡でございます。私からも改めて新年のご挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。市長から人口減というお話がございました。少子高齢化背景にこれから人口減が始まろうとしておりますけれどもそういった中で、マラソン競歩サッカー東京2020の大会の一部が札幌で行われるということでございます。厳しい都市間競争始まる中で札幌の魅力をしっかりと発信していければと考えるところでありましてまずは私が所管しますハード部門しっかりと対応していきたいと思っておりますし、これも市長からはあるいは和中共同というお話がございました。市役所として、ハードソフト一丸となって、盛り上げるべく対応していきたいと。もう年が明けますと古い言葉となりつつありますがワンチームで一生懸命取り組んでまいりたいと思いますので本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。副市長の石川でございます。新年明けましておめでとうございます。私の所管する部分での最も大きいミッションがやはり市長からも冒頭お話がございました通り7月8月に行われる
東京2020オリンピックだと思ってます。まずは大会運営、競技運営を、つかなく、成し遂げることはもちろんでございますけれども、これを機会により多くの市民の皆さん、企業の皆さんと、まずは参画をいただくと、オリンピックに参画をいただく仕組みをどう作っていくかということ、そして、競技の感動を、皆さんと一緒に味わう、そんな仕掛けを、これから盛り上げていきたいというふうに思っております。またオリンピックということで、世界中30億人以上の方々がご覧になる、大会でございますので、札幌の魅力というものを国際映像信号に乗せて、より多く発信することで、今後の札幌の、観光インバウンドの振興にも結びつけていきたいと思っております。特に、年末、就航しました、オーストラリアおよび、フィンランド、欧州豪州、さらにこれに北米等も加えた安定したインバウンドの、に結びつくようなシティ PR もつなげていきたいというふうに思っております。そしてまもなく新年度の予算編成が始まりますけれども、持続可能な財政運営に留意しつつも、アクションプラン2019のスタートダッシュにふさわしい予算編成に、心がけていきたいというふうに思っております。記者の皆さん、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。